バスケットボール伝堂外観バスケットボール伝堂は、バスケットボール競技における偉大な指導者、レッフェリー、選手、特別功労者の栄誉を称え、その歴史を長く記憶に留めるための施設である。正式名称は、近代バスケットボールを形作ったジェームス・ネイ・スミスの名前を冠して、ネイ・スミスメモリアルバスケットボール伝堂と呼ばれ、マサチューセッツ州スプリングフィールドにある。また、 カナダのオンタリオ州アルモンテにあるネイスミス博物館と伝道とは別のものである。1959年にアメリカ合衆国マサチューセッツ州スプリングフィールドのスプリングフィールドカレッジに基金が設立され、1968年2月17日に一般公開されることとなった。1985年には新しいホールが コネティカット川の東岸のスプリングフィールド中心部の近くに設立された。2002年9月28日には約7400平方メートルの広大な3番目のホールが建築された。バスケットボールに似せたオレンジ色の球面体をいただいた高い先頭と建物前面にある銀色のバスケットボールをかたどった巨大な半球体が特徴的な建物である。 入り口前から見た電動プレイヤー部門コーチ、部門貢献者、部門レフェリー部門チーム部門バスケットボール殿堂では、他のアメリカのプロスポーツの殿堂とは違い、NBA のアメリカ人選手だけでなく、国籍の区別なく、またプロに限らず、アマチュアの選手を含めて選定対象としている。そして、アメリカの候補、女性選手の候補、国際的な候補、過去の名選手候補の、 各対象のために一つずつ、計4つの選定審査委員会が設置されている。特定の年に、各委員会の7人のメンバーから5人以上の票を集めた選手は次の段階のオーナー委員会へと進出する。このオーナー委員会はその候補の選出をした委員会から選ばれた12人の専門家と他の委員会から選ばれた12人、計24人の専門家からなる。 最終的に、オナー委員会から18票を集めれば、電動入りが確定する。しかし、電動の役員陣から、バスケットボールの健全性を傷つけたと、判断されると電動入り権利は剥奪される。候補に選ばれるためには引退後5年以上、学生バスケットの場合は引退後25年以上、たった選手のみである。2021年度の選出が終了した段階で、電動には、 420の個人と12のチームが登録され、称えられている。個人の内訳は、213人のプレイヤー、112人のコーチ、79人の特別功労者、16人のレフェリーである。プレイヤーとコーチの両方で殿堂入りを果たしたのは、ジョン・ウ・デン、レニー・ウィルケンズ、ビル・シャーマン、トム・ヘイン・ソーン、ビル・ラッセルの5人である。公式サイト選定手順より、 ありがとうございます。